はい、です。今日はですね、実は今夏の大会をやってると思うんですけど、その決勝リーグのね、前日練習と決勝の大会にね、私の密着を撮っていきたいなということで、今回カメラを回してるところでございます。みんなで全泊をして、明日の決勝リーグね、挑むっていうことなので、みんなで気合い入れて、今日は過ごしていくので、それをね、密着していきたいと思います。今結構残ってるのが結構強豪の高校3つなんで、そこにね、いかにも粘り強く勝つか。前日ということでね、しっかり合わせてやっていきたいなと、そのサポートを前日でやっていきたいと思います。絶対決めます。蹴りましょう。いいか。11人目に蹴ります。前のエピソード言っていい？これ言ってるのかな、皆さん。ベンチメンバー PK 蹴れないんですよ。沖縄でやった紅白戦、ベンチメンバーに皆さんいるのに、PK 並んで4番目に蹴ろうとしてたのに、入れないのに。はいはいはい。なんかあるらしい。紅白戦、ほぼ私ベンチなしと、福田目低めがベンチあります。はい、あとで練習の一番高校生だもんね、並んじゃったと。しかもちゃんとね、5人分入ってんのよ、ちゃんと。お疲れ様です。終わりました。どうでした、練習？めちゃくちゃ暑かったです。でもで私以前みんなの方が暑かったんですけど、めっちゃ良かった。いい前日練習でした、うん、すっごい一人一人も声出してたし、集中力高めて丁寧にやったので、シュートも結構みんなスパーンっていい感じで当たって入ったりとか、1対1負けないところであったりとか、気持ちとかももう前日から乗っかってたんで、最初に那須さんがちょっとカツを入れてたんですけど、それがね、結構みんなに浸透されていい練習になったんじゃないかなと思うんですけど、このままゆっくり寝てほしいんですけど、なんか練習してます。ね、やばいですね。練習してる。本当にびっくり。元気、でも大事ですよね。うん、まあ一つ気になるのは、はい、最年長でお願いします平均年齢高めの、はい、人生について試合前日に那須さんも自主練してますよ。この後はホテルに帰って、ホテルに帰って普通に明日の準備したですね。ホテル過ごすみたいな感じだ。じゃあホテル回してきてください。ぜひ回してください。一人部屋なんで頑張ってください。はい、着きました。ここが私のルーム T。 私今回一人部屋でございます。オープン。部屋紹介をしていきたいと思います。一人部屋なのにベッドがね3つもある。しかも1つ超でかいし、これに寝よう。お風呂もわー溜めれるし、わーいいね。じゃーん、めちゃくちゃ綺麗。テレビも超大きいし、いいお部屋。素敵。ちょっと今日はじゃあここでゆっくりしたいと思います。はい、ということで今からちょっとご飯が、今日皆さんフリーなのでご飯を買いに行きたいと思います。行ってきます。はい、今コンビニに行ってきたので今日の食べ物の紹介をします。まずお水です。キヤツを買いました。でこれシーセン、日焼けした日はビタミン C を取るために私は飲むようにしてます。でセブンイレブンって言ったらこれです。もう私超ハマってる、今大好き。であとナポリタンを買って今食べています。たまらなく美味しいよこれが。ナポリタン、あーぶのー、いただきます。久しぶりに食べるんだけど、はい、よいしょ。今お風呂から上がって
ってきました。スキンケアをしながらね、ちょっと明日のことについていろいろ話していこうかなと思います。まずスキンケアをちょっと紹介します。こちらでございます。オルフィス、クリスタルモイスチャー、アクアモイスチャーシートマスク。大体こういう合宿とかはこういうの1個持ってくるようにしてます。なんか結構これにいろんな種類があったんですけど、大体これ1枚、175円とかで買いました。これすごいわ、初めて使うんだけど。あー、いいね、この感じ。ほら、セット。だいぶ今画角ホラーだよね。15分ぐらいなんで、パックで待ちながら、ちょっと明日についてね、いろいろ話していきたいなって思います。まあ、正直、明日の決勝トーナメントに関しては、私は結構自信しかなくて、まあ、その理由としては、このウィナーズってすごく特殊で、ただサッカーするんじゃなくて、カメラマンの方がいたり、撮影が入ってくるから、まあ、時間が押しちゃうこととか、なんかうまくいかないくなると、人ってどうしても不機嫌になっちゃったりとか、すると思うんだけど、ウィナーズに関してはそういうのが一切なくて、なんかそれすらもこう楽しもうとする姿勢っていうのがすごくあって、それってなんでなんだろうなって思ったら、ウィナーズメンバーもだし、スタッフさんも含めすごくこう仲がいいんですよ。なんかそれがすごいウィナーズって一番の武器かなって思ってて、一人一人持ってる技術とか身体能力とかもすごくいいんですけど、それ以上にサッカーってチームプレーだから、そのチームプレーで一番必要なチーム力、それがすごくウィナーズはそのどこのチームよりもね長けてるなって思って、やっぱり日頃YouTube のお仕事とかしてて、頑張り屋さんが多いっていうのか、まあ、YouTube だけじゃないんだけど、みんな多忙の中でこんなにサッカーをしてしんどいはずなのに元気にやってる姿を見て、なんか強い人たちの集まりだなって思って、だからそれで結構今までも本番に強い試合を繰り広げてくれたりとか、いざという時にやってくれる人たちなので、なんかそれに関してすごくこう期待もしてるし、この人たちは絶対負けないなって思いながら見てて、だから私は勝てる気しかしてないです。今日の前日練習もすごくみんないい顔してて、みんなすごく動けるし、なんかすごく声出てたね。わー、いいチームになってきたなーってこう見ながらね、感動してました。私はまして明日の決勝トーナメントはその現役の高校生たちっていうところで、もしこれで勝てたらもっといろんなことができるかもしれないし、逆に高校生たちもすごいモチベーションになると思うんですよね。やっぱ悔しいじゃないですか、負けるって。相手が誰であれ、ウィナーズってやっぱ日頃動いてないんじゃないかとか、あれって台本なんじゃないかってみんな思ってたりもすると思うんですけど、まあ、そんな中で実際にウィナーズと試合をして、あ、この人たちすごいこんなに本気なんだって今までもすごい言ってくださったんですよ。だからそれを今回もまあ示せるいい機会だなって思ってるので、相手チームの皆さんもまあこの大会とかウィナーズ試合することを通して選手権に向けて頑張ろうって思えると思うし、1、2年生もねこれからの2年間頑張ってまあこういう目標成し遂げようってモチベーションしてくれたら嬉しいなって思うので、だからこそ負けちゃいけないなってすごい思います。ウィナーズは本当にいいチームだよ。こんな顔してね言う話じゃないんだけど、なんか本当は今日も、まあ、せっかくねこういう機会だし、まあ、カメラを回してるので、まあ、各部屋を回ってみようかなとも思ったりしたんですけど、大事な試合の前日なんで、今日はもうカメラを回さず明日はリアルなところをね見せれたらいいかなって思います。なんで今日はねしっかりみんなに休んでいただいて、まあ、明日万全のね調子で試合会場に来ていただいて、私はそれを全力でサポートするだけです。私が頑張ることは、まあ、水分補給をしっかり促すこと、塩分チャージを渡すこと、海外のことを考えさせないように気を配ることかな。まあ、とにかくもう明日は勝って笑顔で帰りたいです。ということで、お話をこれくらいにして、今からねスキンケアと髪の毛を渡していろいろして就寝したいと思います。おはようございます。どうですか調子は。いいよね。いい。だってさっきも筋トレしてたの。え、筋トレしてきたの朝から。仕上げてきた。ダメでしょ。リアルでも1試合1点。1試合1点で、あの、有言実行ポーズが見れると。あ、それそれ。それじゃあぜひ見せてください。あーちゃんとかを出して、なんや。また付き合いました。とかか。ふみちゃん今日、目標はあります。あはは、かわいい目標。最初の睡眠を、いや監督だ。いい写真だ。今日は監督するか、他の監督が選手の今試合前こう気持ち高めてるところを iPhone 撮って、生するか、どの監督が作るんですか。そこに。はい、ということでついに来ました。当日。当日でございます。でもさっきちょろっと見たんですけど、はい、トロフィーとかもしっかりあって。すごいですよね。ぜひともね、それやっぱ持って帰りたい。はい。じゃあもう見てこうって、まだ皆さんアップされるんですけど、私は来たら先にキーパーがアップするみたいなんで、先に一緒に準備をしに来ました。みんな見る限り、だいぶ気合入ってる。その後は、アイブさんとかもね、動画撮ってもらってたんだけど、6点決めるとか言ってた。あ、すごい。アイブさんとかこうやってやんじゃん。はい、はい。そしたら私はそこに、
くっついたしに行く。あ、やってた。形にいて A にしてくる。はい、っていう約束をしたんです。それがね、しっかり果たせるように皆さんに頑張ってもらいたいんですけど、暑いから、うん、こまめに水分を取ってもらうと、私は流すことで、ね、今日負けても2試合あるから、そこでね、みんなが負けないようにとか、そういう全力でサポートね、していきたいと思います。え、でも本当に天気晴れてよかったですよね。最近雨続きでさ。優勝日和よ。本当に優勝するしかない。掲げて帰りましょう。私自信しかないんですよ。おお、今のみんなならもう勝てると思う。頑張りましょう。じゃあ今日はね、勝って帰りたいと思います。はい、行きます。本当に今日気合い入ってますね、みんな。だってカメラ回ってない、誰も来てないところに2人だけ最初に来てキーパーが練習してるなんて、もうすごい。本当に YouTuber とは思えないガチさ。ガチガチ。時間もあるんですよ。ね、本当に。時間に追われてないんですよ。キータもゆっくりできるからいいねって言ったけど、暑いから。いや、本当に熱中症だけ怖い。おはようございます。今日の時間も、ちょっと。ざっと。いや、もう勝っただけ。おー、さすが。シンプル、シンプル。さすが、いつもと変わらずやるだけなんで、何も考えてないですよ、そのこと。さすがですね。何点切りますか？まあ、1点ずつ。2点。1点。おはようございます。今日は何ですか？今日は前回点取ったんで、今日も点取れるように頑張ります。わー、さすが。取れなかったらどうする？取れなかったら、お礼でした。だいぶ、だいぶでかい。だいぶでかいな。はい。はい、いい意味でみんないつも通りだからいいかもしれない、うん、変に気合も入りすぎてなくて、さっ勝ってるから、そうなんですよね、ついてるというか、うん、おはようございます。おはようございます。ちょっとなんでカメラに集まってくるんですか？なになになに、あ、え、あ、抜けたじゃん。おはようございます。誰に向かってるんですか？ヤキさんへ。もう入ってる、入ってる、入ってる。はい、おはようございます。おはようございます。お姉さんができるんで起こしたいと思います。試合です。結構リアル。ガキっす。皆さん、行ってます。ずっと寝てた。道中行けます？部屋番号ちゃんと持ってきてくださいね。オッケー。おにぎりとか食べますか？大丈夫ですか？お腹すきました。お腹すきました。代わりに食べますか？じゃあ。おにぎりがいい。おにぎりがいい。あ、ほら。ありがとう、お母さん。どういたしまして、息子よ。はい、35度ぐらい出て。お疲れ様でした。今回は終わってしまったんで、決勝でね、ちょっと惜しい負け方をして、まあ、準優勝という形で、ね、終わってしまったんですけど、まあ、これからね、伸びしろは十分ということで、まあ、キャプテンが来ましたよ。アイちゃんの力不足で負けました。はい、すいません。もう一つでしたね、しげさん。横にはしげさん。しげのマークにヘディング入れられて同点にされたから言っといたほしい。それは俺のせいだ。もう1点これがあったらもう2回はないですか？大丈夫。そうだね。もう1回やりましたらもう大丈夫。2回はないです。優勝しましょうよ。そうです。優勝したらね、また大会に行けるということなんで。相手がいいチームでした、本当に。いや、本当に。1回なんなら実践学園の一度ね、予選のことってそこに分けてるわけで。あれもこうなんかね、あれ。2回同じやられ方は決まったら、次からもうちゃんと。ありがとうございました。